いよいよですね、はい、今日は著書についてということでさせていただきます。まあ、決め手は1ミリビマユメイク、去年の9月30日に全国出版をさせてもらったんですけど、構成について少しお話ししておきます。この本の構成としては、まず一つ目が、化粧がもたらす影響力、これが女、まあ、僕は女性の人生は化粧、ケワイと言っても過言ではないというね、これ化粧のことケワイって言うんですけど、ケワイっていうのは本当にその女性の人生と密接な関係をしますよということを、これ歴史を見てもね、本当に言えることなんです。自分の人生にどん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 影響を与える、いい影響を与える方法っていうのがあるということを、この第一章ではですね、第一章第二章ではそれを書いてますと、それを知っておいてもらうことによって、ちょっと自分がですねネガティブになっている時なんかでも、それをポジティブに変える方法とかも、一応第一章で書いてます。で、第二章はですね、プロのアーティストが学ぶ一つ一つのですね、そのノウハウをあまりにもいっぺんに出すとですね、一般の方はもうごちゃごちゃになるので、凝縮して基本のベースについていろんなものは割愛しながらですね、第2章からの続きとして第3章は基本ベース、メイクの考え方、そういったものを第3章に入れてます。その長年やってきたメイクというものがどういうふうに影響してきたかということも、ちょっと自分の人生振り返ってですね、メイクと照らし合わせていただけたらいいと思います。まあ、第2章、そして第3章は、これはちょっと大きな特徴なんですけど、ノータイプメイクといいまして、全くその美容業界ではなかなかちょっとこれ聞いたことない話ということで、結構ね皆さんに、喜んでいただいてるんですけど、実はその美容とかいうものは経済の流れを、実は美容の、ね、トレンドというのは経済の流れを読み取って、まずトレンドというのが出てきます。で、そのトレンドを、皆さん追いかけるんですけど、実はそこに追いかけていくことによって、ものすごい自分の脳がですね悲鳴を上げる時があるんです。それは何かというと、自分にとった心地いい脳タイプに当たりはまる情報だったらいいんだけど、そうでない場合は焦ったりですね、これがいいのかどうかって迷ったりするわけですね。だからまず自分の本当に脳タイプっていうのをまずしっかりと、まあ、学んで、そこからいろんな応用をしていく、情報を読み取って自分にいいものと取捨選択していくっていう、こういう流れに、なってるんですね。それが分かるとすごくその、なんていうか安心するというふうな流れになります。はいはい、こんな感じでですね、決め手は1ミリ2枚メイクというこの写真、今出てると思いますが、この写真ですね、実は同じ人なんです。で、同じ人で一般の方なんですけども、ご自身でこうやってメイクをちょっと変えることによって、脳タイプによってこういういろんな考え方があるんですが、そのタイプ、脳のタイプに合わせたメイク術で、印象が変わる。で、こういうふうにしていくと、同じ人でもですね、本当に印象が変わることによって、周りの見た目が変わって、見た感じが変わってきますね。周りからどんな風に思われるかということも変わってきます。まあ、こちらの方も同じですね。低タイプ、明タイプ、耳タイプ。ちょっとこう印象をですね、本にも書いてますけども、雰囲気見てもらったら分かるんですけどね。ノータイプの低っていうのは何かっていうと、ちょっと雰囲気メイク、ナチュラルな感じですね。それから、明タイプっていうのはツヤメイク。どちらかってエレガントな感じです。それから耳タイプはこれリンメイクって言って、ちょっとしっかりとした感じね。私どっちかって可愛く見られるのよ、だから可愛いメイクがいいのよというふうにして、まあ、一つに絞ってですね、お似合いのメイクを探している人が非常に多いと思います。それも間違いではないです。ただですね、まあ、人間っていうのはこう奥が深くって、人のものをねやっぱり真似てみたくなるわけですね。だから自分のよくそのいろんな業界の中で、お似合いの色は何かとか、口紅の色どれが似合いますかとか、いろんなことを聞かれるんですけど、実はどれも似合うように持っていけますというぐらいね、選択肢をたくさん持っておいた方が楽しいですよということを僕お伝えします。もちろん、プロの方の、ね、アドバイスを受けて、こうしておけば無難なお似合いのものっていうのはもちろんありますから、それはそれでいいんですけども、絶対にこれでないとダメというふうに決めつけてしまうとですね、もう本人のね、自由に選ぶ選択肢がなくなってしまうから、まずそういう部分では僕この3つのね、このお顔を作れることによっていろんな幅を利かしたメイクを学べ、しかも
自分で選択できると、まあ、そういった、ね流れになっているわけです。はい、まあ、皆さんこうやって言われて嬉しい言葉があるということで、まあ、ノータイプって何かっていうことをこの本の中でも結構詳しめにやってますけど、そうは言いながら結構ね割愛されているので、ちょっと補足でお話をできたらなと思います。ということで来ていただきました。ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。失礼いたしました。いや、よかったよかった。本をね、本当にたくさんいろいろと皆さんにご紹介いただいたんですけど、まあ講座も受けていただいて、何かこう、感想もそうですけど、今日この本の中身でどういうところをもうちょっと深掘りするとかあれば。そうですね、まあ、一番ですね、ちょっとさっき感想書いてたんですけど、なぜね、まあ、数ある、まあ、メイク講座の中で、まあ、ケワイシのヒデさんの本しか私実はおすすめしてないんですよ。一番大事な部分がどういう顔になりたいかっていう、どういう顔になりたいかっていうね、基準がね、みんなこういうふうにした方が周りから見られた時にいいかなとか、社会的にはこういう方が無難かなとかっていうような基準で決めるしかないっていうのが当たり前だったんですよ、うんうん、でそうすると結局その誰のためにメイクをするのかって言った時に、自分のためでは多分あんまりないんですよね。身をね、守るとか隠すとか、そういう意味では良かったかもしれないけれども、でそれを池畑先生の本をよく読ませていただくことによって、自分の感性によって、なんていうのかな、そのメイクから離れた基準で、普段どういうところを基準にこう何を気持ちいいと思っているとかね、そういったところの部分からこう選べるというのがすごくね新しくて、でそれだとね誰でも選べるんですよね。ちょっと本今ね持ってるんですけど、ここのページで言うと82ページ83ページですね、ここを見てますと、ゴルフ等のスポーツの楽しみ方はとかっていう質問がメイクの本なのに出てくるんですね、うん、でそうすると人によって、自然、仲間との時間、楽しさとかっていう選択肢であったり、勝負、スコア、飛距離とかだったり、作戦、戦略、自分との戦いとかっていうふうな中で、どれが最も自分らしいかっていうことをメイクの本なのに選ぶんですね。で、こういう一見こうメイクから離れる、それから人の目から離れて、自分自身の、なんていうかな、普段の在り方を違う角度から観察するっていうところを通じて、自分のなりたい顔、心地よい顔、メイクというのを見つけられるというのが、もうね、すごい斬新だと思ったんですね。で、池畑先生のこちらの本をですね、もうこんな本はないなと思うわけですよ。はい。やっぱメイクからこれ離れてるじゃないですか、質問が。これによってほぼなんていうか無意識に自分がどういう顔になりたいかっていうところを、はっと気づかされるというかね、まあ、人それぞれ脳はきちっとこういうふうな脳を持ってます。前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉ね、あります。あるんだけど、どれを優先しながらもう常にこう情報という読み取ってるかっていうことで、人は気質というものね、まあ、性格っていうのはちょっとまた違うんですけど、気質っていうのがあって、まあ、そういう部分で言うと、ドコモがあれば、ソフトバンクがあれば、au があるように、どの携帯でも一緒のように見えるんだけども、やっぱりトンネル入ったら、アンテナが、3つあったりするから、ゼロになったりするじゃないですか。ああいう不安定なことが起こるように、大きく分けると3つの人間のタイプがあるということになるわけですね。だから、普段分かってそう、自分が自分の脳で考えてて、相手をそういうふうに見てしまうので、全く違うですね、脳タイプの人は特にね、意外と合わさないとなんですよ、周波数をね。そういう部分で、この一覧表、先ほどあった一覧表で、まず自分はどういうタイプですかっていうことを知らないとダメなので、まあ、この、脳タイプでいうと、手か目か耳かと大きく分けて、こういうふうな特徴が出てるということになります。すごいんですよこれね。池畑先生のこの本を読むまでは、私ね、自分がね、耳タイプだと思ってたんですよ。耳タイプ、うんうん、ぱっと見ね、で、うん、もう典型的な耳タイプだな。で確かに昔はね、メイクもね、ですよ、こちらから、もうね、ジャンジャンっていう、こう直線みたいな感じでアイラインもピッてこう出してたんですよね。でなんかそれが自分らしいと思っていましたし、でもこれを読んでたら、なんかあれ、私ちょっと低タイプのとこあるなって初め思い始めた。でちょっとあるなって思ってたんだけど、
だん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 読んでいくうちに低タイプが心地よいなとかね、うん、で日常の何て言うんですかね、こう人によく見られるとかっていうところを全部外した質問って全部低タイプだったんですよ。で面白いですね、こう質問によっては低タイプになり質問によっては低タイプになるから両方あるかなっていうふうに思うんだけど、純粋に人に影響を与えない、要するに外に見えない部分に関してはね、こう低タイプばっかりだなっていうなった時にすごいびっくりをいたしまして、でもうまさにその曲線のナチュラルメイクみたいなものがなんかちょっと反抗してた部分もあるんですよ。なんかはい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 、なんかなんていうか普通じゃないですか、普通って言い方あれなんだけど、なんかで、ね、そのわーって圧倒するようなところはなくて、でもなんかじゃあ低タイプのメイクのね優しい感じやってみようかなって、やってみたらなんかね本当に自分の心がこう優しくなるようですよね。本当に先ほどね、冒頭の方で、顔が変わるから、まあ、中身が変わることもあるし、中身が変わるから顔が変わるということも両方ありますっていうふうにおっしゃってられたんですけど、本当になんかねこうどっちがどうということでもなく、なんかこうそれぞれ織りなすようにねメイクを通じて自分のあり方って本当変わっていくっていうので、本当に池谷先生のこのメイクを知って、あとね人にもね進めやすくなりました。何のためにメイクするのってやっぱ皆さん思ってるんですよ、うん、でもう綺麗になるとかいらないとか、いいからいいからとかって最小限でいいですとかっていう人たちにねやっぱり言う言葉がなかったんです。私も盛るのあんま好きではないから、ね、うん、でも自分がより自分の顔が濃くなる、うん、より自分らしさが濃くなる、でそれは他の人から綺麗に見られるためじゃなくて心地よく生きるっていうことにつながっていくメイクができるようになるのが池畑先生のメイクであり、そういうメイクだったらしてみてもいいんじゃないですかって、うん、言って、だからその後でちょっと私の方でもメイク自分で学んだりしてるんですけど、すごくまあこういう方難しいんですが、目標にしてるのは池畑先生のメイクっていう目標があるから作り上げていけるんです。絶対にこの方向のメイクにしてあげる、してあげたらこの人幸せになるなっていう思いが、多分それがねなしでテクニックだけを学びに行っても、私は多分そのメイクを人にしてあげる意味とかメイクをその方にさせる意味っていうのがね分かんなかったと思うんですよ、うんうん、それらが、ね、全てここの本に詰まってるっていう、そういう感じですね。ありがとうございます。さすがですね、はい、いや本当にそう、メイクを通じて美しく魅力的になりたいって誰でも思ってるんですけど、僕の場合メイクを通じてその人の人生をいかにこのなんか人と比べるんじゃなくって心地いい自分を演出できるようになってもらいたいということで、まずは自分の今の現在地点を知りましょうということで、この今のノータイプの自分の傾向値をまず見てもらって、で自分の癖ってどんな癖があるかってあると思うんです。でね、今イミジクも朝子さんが言っていただいた一番多いパターンとしては、低タイプって結構地味なんですね、見た感じが下手すると地味なんです。自然体がいいわ、眉もこういうふうに伸ばしっぱなしが私流よっていう人が結構多いんですね。でそれはそれでいいんですが、ただ目タイプ耳タイプはそういう感覚ではないので、人からすると地味に見られたり、人からするとですね低タイプが目タイプ見た時派手やねって言うわけですよね。そして耳タイプの人っていうのはちょっとこう怖いとかイメージがあるわけです。そうするとね、先ほどちょっと言われたように、このね123ページにも書いてる方と一緒なんですけども、麻子さん低タイプの場合にちょっとこうほっこりしたと思うんですよ、メイクをこう変えた時にね。ああ、した、しました、うん、だけど低タイプの人って結構、耳タイプの人に憧れるんです。ああ、そうかも、そうです。これね相関性があってですね、目タイプの人は低タイプに癒しを求めるんで、目タイプの人は低タイプにすっごく癒しを求めます。だから僕ら夫婦で、僕は、目タイプで神さんは低なんですね、わかります。でも低タイプの人は目タイプの人を見ると結構せっかちに見えるんで、耳タイプの方に憧れるんです。低タイプは好きかも、静かですね、うん、耳タイプの、そうなんですね。耳タイプの人は聡明で、なんかこういろんなことを計画性を持ってで理路整然とまとめ上げていくタイプなんですね。だから低タイプの人っていうのはどちらかというともう
その時の感情に、任して楽しいことを優先してまあそういう感じ、もうなんかこうだから結論的にはちょっと結果出しにくいっていうかね、その自分の気はどうするかせんかっていうのを後押しが一つ必要なんですね。その時に耳タイプが横にいてくれるといいというね、こういう相関性があって、この人間の組織の中でもこう結構持ちつ持たれつで回っているわけです。で、自分を育てるためにはじゃあどういうタイプを周りに置いておいたらいいかとか、どういう人間関係を持っていけば自分にとってすごく心地いいかっていう、このバランスの取り方も実はメイクでできるっていうことなんですよね。すごいですよね、本当にすごいです、うん、すごいでしょで、まあ世の中にはね、占いとかいろんなものあります。血液占いとかもいろんなものがあります。12種類とか24種類とかいろんなパターンあるけど、多すぎてわからないっていうことなかったですか？めちゃくちゃわかります。ちょっと自分の本業の話にしてしまうんですけど、私もね、はい、パーソナルカラー診断というその似合う色を4つのグループから選び取る診断というのを、まあ、主な、ね、仕事としてさせていただいてるんですけど、まあ細かくなっていきますよね。16パターンかも今やスタンダードなんだけど、多分、ね、読んでもね、みんなあんま分かってないのに6とか多分16とかって分かんないで、なんかそういう話になるのか分からないですけど、まず4をしっかり分かっていただくと、そこから先はね、実はね、自分でたどり着けるところ結構あるんですよね。どうぞ。その通り、そうそう、もうちゃんと回答をしてくれるわけ。そうなんですよ。まずね、本読みながら、例えば、何パターンかなって言って、こう本読みながらですよ、人とコミュニケーション取れることないわけですよね。普通もう目の前にパッと人が来た時に、うんうん、そうすると僕がなんでメイクって言ったかというと、人の顔を見た時にすごく傾向値がまず出るわけですよね。それから持ち物もそうだし、色の取り入れ方が、人によって違うわけですから、もうその誕生日いつって聞く前に大体ですよ、外見とか持ってるもの会話で大体わかるわけですよ。そうしたら自分で、そのコミュニケーションの取り方を調整していくっていうのが非常にね、分かりやすくなりますよね。それを言いたかったんです。だからまず3つぐらい、最低3つ分かりやすいものをね、きちっと理解すれば、応用編が自分で聞くっていうことになります。こういう言葉をいっぱい実は、皆さん人間関係、会話の中に散りばめてるんですよ。だから僕はこうやって会話しながらですね、初対面の方、お客様のサロンに来られたら、言葉もそうだけど、まず一番最初のメイクを見たり、髪の毛のね、美意識、いろんなものを見たり、履いている靴を見たり、カバンを見たりして、何タイプかをまず大体瞬時に調整して浮かべるわけです。わかります？議論なんて私多分ね、一回も口にしたことない。ですよね。でも、はい、耳タイプの人って、まあ、例えば計画性、もうちょっと計画してみようとか、計画もそうですね。それから評判、この表紙の評判はどうなのみたいなことをさらさらというわけですよ。うん、ところが、まあ、名タイプなんか僕ら特徴的に一番多いのが、簡単語が多いんですね。お、これすごいな、すごいなって。何すごいよって言われたら、いや、とにかくすごいやん、かっこええやん。こういう。言ってるでしょ、言ってるでしょ、女の子なんでも、うわーとか言って言うじゃないですか。かわいい、すごい、すごい。そうそう。これもすごい、全部すごいとか言ってますよね。わかります。そういう会話の仕方とか特徴。で、それから仕草もそうですし、まずサロンに入ってきたら、なんかパタパタって入ってきて、なんかこう、キョロキョロしだす。目の動きも早い。このクイック性っていうのは、実は先ほどのこの脳タイプで言いましたけども、ここにね、書いてます。目タイプの人って、これせっかち時計で動いてるので、同じ時間が3倍速でパッパッパッと人よりか動くんですね。なるほど。だから、この3タイプのうちのいろんな特徴を知っていただくと、それに合わせた行動をする。3倍速で動いてるから、それ待たしたら怒られるわけですよ。誰よりも、だからクロージング契約商品を説明するときも、わざわざ資料なんか見せる必要なくって、ポイントポイントでこの会話をしていく方法があるということです。面白い。今ね、ちょっとすごい面白いなと思ったのが、私ね、人と一緒にするの大嫌いなんですよ。はいはいはい。では大嫌いなんです。一人がいいんです、基本的にね。でも、一緒にって聞いたときに、一緒に遊ぼうって言葉がもうどうしても浮かんだ。で、
確かに一緒に何々しようよって一緒って大嫌いって言ってるんですよ。で本当に思ってるんだけど、でもそれって逆に一緒にが好きすぎて、あの嘘も一緒にがもう許せないんですよね。あの一緒にに対するこだわりが多分強すぎて、逆に私一緒にって大好きなのかもって今すごい今びっくりしてですよね。そうなんです。そういうことがわかるね、これがね普段そうなんです。今こうやって一緒にね、こうやって一緒に話してること、僕こうやって朝子さんとこうやって会話するのも大好きなんですよ。楽しい楽しい大好きで、こういう言葉を僕は今意識的に言ったんです。あ、私が嬉しくなるから。はい、大好きっていう言葉が一番魔法の言葉なんです。言うでしょ、言うでしょ、言います。大好きなんです、よく言ってる、口が言い慣れてる。そうなんです。実はそのトラウマなんですよ。ある意味トラウマか分かりませんね。例えばその低タイプの人が耳タイプのお父さんにお母さんにもし育てられたら、もう私は親のためにも社会のためにもこうあるべきだっていう、すごくこれね、あのプレッシャーがあって生活してくれる。だけど脳は楽しいことが好きで自然体が好きって言ってたらね、それはしんどいですよね。それがまあこの、第4章で大きく、もう本当にね、分かるとね涙出てくるんですよっていう話。本当ですね。だからなんかね、本当にあの優しくなれましたよね、このメイクを、この本を、ね、読ませていただいて、うんね、こうね、自分に対する扱いがやっぱ優しくなったし、なんか緩まった感じですね。でも本当ね、こう今ね、あんまりあの夫のこととか思い出さずに読んでたんだけど、今ちょっと改めて見るとね、私の夫はやっぱ耳タイプなんですよね。だからなんかこう別にのろけるわけではないけれども、その私から見るとやっぱ尊敬がずっとあるんですよね。ただね、全く会話が噛み合いません。全く噛み合い、2人でずっと買って話した後、結論は、うん、私たちは違うね、全然違うねっていう結論になる。なんだけど、心のねどこかで、あのやっぱり自分にないものをね持ってくれてる人がパートナーでいてくれることの安心感とかであったり、自分は絶対にできないことができるっていうことの尊敬とかだったりっていうのが、やっぱこう見るとねありますよね。で確かに怒ってる、あのタブーな言葉の近いような、まさにあなたのいい話を聞かないと、すごい。私も情けないとか言われた人はもう人生から去っていってもらうんだよね。あ、情けないと思うならもう十分もう二度と会わなくて結構みたいな。これがね、もうメイクのね本ってあると同時に、なんていうか本当に、なんでしょうね、これあの虎の巻、昔の言葉で言うとね、あのこうあんま見せてはいけないけど、もう見るとすごいそうです、そうです、虎の巻ですよね、これ人間関係、虎の巻。たった3つのメイクが無限の可能性を作るっていうね、あさこさんは名タイプのにちょっと憧れて名タイプの傾向で今やってるというね、それが理解できる人はそれでいいんだけど、理解なかなかできないんですよ。だから3つのメイクをまず学んで、名タイプに近い、今まあ例えば自分がこれ低タイプとしたら、低タイプだけのメイクをずっとやってたら心地いいけど、やっぱり耳とか目とかもやってもらう、そしてその間を取ったメイクもやってもらう、そしたら3つのお顔で無限の可能性がどんどん出てきます。うん、だからね、生きることをね自由にしてくれるのがね、ヒデさんのメイクだと思います。うん、生き方が自由になっていく、でそれがあの心理的なものだけではなくて、多分見た目とのその印象にもすっとつながるから、なんかこう架け橋みたいなね、今生きたい自分、ありたい存在感になるためにすって乗せてくれるような、そうです、そうです、そういうメイクですよね。はい、さすがです、その通りです。はい、まあ、本当にね、このメイクってあの奥深くって、今までずっと何十年もやってきてる人で、まだまだこれ悩んでる人も多いし、特に年齢いけばいくほど顔の変化も起こってくるのでね、どんなメイクしたらいいかって言った時に、これ一つのまあ、なんていうかな、自信につながるような考え方やと思うのでね、ぜひまあ3つのこのメイクにいろいろチャレンジしてもらって、ね、一番周りの、ね、人とこうコミュニケーションがなんていうかな、自分が心地よい
感じでできるようになるためのそのあくまで自分基軸のね、生き方ができるようになるためのメイク、まさにね今ね出てたね、めんどくさいとかね、あのしなくてもいいならあのせずにね済ませたいとかっていう方たちが本当にね、このこちらのね本ばか宣伝してますけど、このねメイク中でメイクをねしようとすることによって、メイクっていうもののこう人生における位置づけが、お化粧って何なんだっていう扱いが、そして自分の扱い、自分自身の扱い自体も変わっていくっていうのがねありますよね。一個だけいいです。もしねこの本をあの書店で見かけられた時にですね、一つだけ見たい、見てほしいなと思うところがあったらどこかっていうとね、83ページとね82ページだと思うんですよ。自分がねどのタイプなのかなっていうことだけをちょっとまずはね見てもらって、そこからあれこれがお化粧につながるのって思った人は買ったらいいと思うんです。これはね、うん、どこにもないと思います。化粧の影響効果可能性ってこんだけあるんですよということだけね、あのここに画面に映ってお話してもらいますけど、まあ、とにかくね人に対する思いやりとか変身の楽しみ、見られる喜び、メンタルケア、ヘルスケア、性格改善、美的センス向上、コミュニケーションという、うん、こんだけのね効果効能、まあ、可能性が秘めてるのがこのメイクということなんでね、はい、ありがとうございました。失礼いたします。